こんにちは、アンナスです。今日はチェーンステッチの説明をしようと思います。前回というか、ちょっと前にチェーンステッチで線を描く時の方法を説明したんですけど、今日は第2弾ということで応用編、面を埋める、説明をしたいと思います。結構細かいところでコツがいろいろあるので、手元の方で詳しく説明します。それではどうぞ。ではチェーンステッチで四角い面積を埋める時の説明をします。まず1列刺繍して、でまた2列目3列目っていう感じで、サテンステッチみたいな感じで刺していくんですけど、もう玉留めしてあります。で刺繍します。でまず1列目を刺していきます。まず針を出して同じ穴に刺します。ほぼでいいです。でチェーンのサイズ、頭を出してかけて引っ張ります。で、ちょっと輪が残るぐらい、これは一粒の場合だとこれで外に刺して終わらせてレゼーレージっていうんですけど、チェーンステッチは続けてやっていくので、同じ穴に最初刺しましたね。なので輪の中に刺して頭をちょっと出して糸をかけて上に引っ張ります。この繰り返しです。で1回ずつ糸かけるのがめんどくさいので、こうくるっとしておいて、針をこうやって刺すだけで糸がかかるように作業していきます。これで最後ですね。できるだけチェーンのサイズは同じぐらいのサイズで作るんですけど、最後は外側、丸の外側に刺すとこれで終わります。ちょっと右に上がっちゃった。で今度は同じ方向に刺すとすごく綺麗なんですけど、面で埋める場合そこまで気にならないんですね、そのチェーンの形っていうのが。なので大きい面積の時は割と行ったり来たりしてます。2列だけの時だとちょっと目立つので、さすがにそういう時は同じ方向に刺すんですけど、で2列目も最初と同じようにこうやって、こんな感じでチェーンステッチをずっと埋めていきます。だからチェーンステッチとチェーンステッチの間に隙間ができるだけできないように詰めて刺さないといけないので、なので最初の1個目がすごい離れてしまった場合はちょっと抜いてやり直すとかして、最初のうちに調整するといいですね。こんな感じで2列できて、また3列目って感じでずっと面を埋めていきます。はい、四角ができたんですけど、これで全然 OK なんですが、こういう端っこがちょっとこうギザギザになりやすいんですね。チェーンステッチっていうのはこうちょっとこう楕円型というか花びらみたいな形をしているので、どうしても刺し始めがちょっとすぼんでるので、こういうところはストレートステッチを足します。じゃあストレートステッチを入れると、ここがギザギザはギザギザなんですけど、だいぶマシになるので、刺し始めのところですね、こういうところがこうへこんでいるところは後から足します。
後から見て、あ、ちょっとギザギザしてるなっていうところは足してください。だから一発で綺麗になる方は全然しなくていいんですけど、ちょっと気になる方はやってみるといいと思います。それ今はコツでした。ということで、これは四角い刺し方です。はい、では次は、丸の刺し方です。丸いものを埋めるときは、まずチェーンステッチで丸く囲ってから中をぐるぐる埋めていきます。ということで、丸の刺し方ですね。まず一つ作って、さっきと一緒です。もうここに糸こうしておいて、こういう感じでぐるっと感じで一周丸を作ったら、最後の一粒は、布を触らないで最初に作ったこの一粒のところをこうすくって、これ前にもやりましたね。でここにさっきの穴に刺すと、これでどこから始めたかわからないって感じになります。でまず囲ってから、今度は内側にもう1列、2列目を作ります。まあ、刺し始めはどこでもいいです。で、またこうやって。で、ぐるっとやって、最後はさっきのやり方で丸を作るんですね。で2列目3列目って感じでやって、最後は1粒だけ入れるって感じに多分なると思うので、最後はまあ1個だけ作って終わりみたいな感じで終わらせます。ちょっと糸がギリギリになったんで、ちょっと一旦終わらせます。終わらせるときは外に刺して、裏にたくさん絡めて、さっきの最後の丸の穴から出して、これでもうあと最後1個で終わりっていう時に、最初の1粒のところをすくって、こうやってやればこれで2列目ができました。でまた3列目やっても、この場合は3列目やったらもう終わりですかね。あと最後1粒入れて終わりって感じになりそうです。最後は最初の一粒に通して、ちょっと糸が内側に行ってしまったんで、コーチングステッチでちょっと止めて、チェーンステッチの丸を保ちます。あ、もうこれでいけそうですね。もしこれでもうちょっと真ん中がスカスカになった方は、なんか縦でも横でもいいんで、レジェレジステッチ、あのチェーンステッチの一粒を入れて出来上がりです。というのが、丸の面の埋め方でした。ではこういう図案が、まあ、丸でも楕円でもいいんですけど、二重になっていて色が変えなきゃいけない図案の場合どうするかっていうことなんですが、
順番としてはまずここ内側の丸をまず作ってから中を埋めて、でこの丸に合わせて外側を埋めていくんですけど、なんでその順番かっていうと、要はここが大事なんですね、このサイズが。なので、外側を刺してぐるぐる埋めていって、まあこの辺りになったら次の色にしようってやってしまうと、結構思ったサイズのところに行かなかったりするんですよ。ちょっとだけなんか隙間空いたとか、ちょっと内側に入りすぎてしまったとかになるので、この丸のサイズが一番大切なので、まずこの形を作ります。なのでまあここから内側に行ってもいいし、何もしないでまず外側の色を用意して外側に行ってもいいんですけど、まあちょっと口で説明しても分かりづらいので、一つの方法をやります。まず一粒作って、こんな感じでずっと埋めていきます。では、真ん中の丸が全部埋まったら、次は外側ですね。外側は外から埋めるんじゃなくて、この最初に作った内側のすぐ隣を埋めて、で外に向かって埋めていきます。はい、これで外側も埋めるとこういう感じになります。では葉っぱみたいな形を刺していきます。角がとんがっているものっていうのは、続きでやるととがらないので、一回こう一列作って終わらせて、改めて、まあ、前の動画でやってるので、とんがっている部分を刺す時のコツは前の動画を見ていただくとして、まず一目作りますね。で続きを刺していく。でもこれでずっと外側をまず埋めます。なんか基本的に外側をまず塗りつぶしてから、あとは中を順番に埋めていくっていう感じですね、チェーンステッチは。これで、最初の片方の一列ができたので、一回止めて、で、まあ、ほぼ同じところから出してもいいし、まあ、そのもっと鋭角になっている時はこの穴の中から、あ違う、直角の時はこの穴の中から出すとか、まあ、いろいろ角度によってやり方は違うんですけど、まあ、それは前の動画を見ていただいて、こんな感じで続きを反対側も一列刺していきます。これでまた一回針を外に刺して、まとめを刺してしまった。これで一旦終わらせて、この1、2とやってから、また内側に同じことをします。ではできたので輪の外に
針を刺してでまた同じですね。もうひたすらこれを埋まるまで、右を埋めて左を埋めての順番で埋めていきます。だんだんこの端から始められなくなるからだんだんこの内側になってくるんですけど、そうすると最後多分1列で終わりとかになるのかな。まあその図案にもよりますけど、もうこれぐらいで止めておいて、ここに1列入れたら終わりそう。感じで埋まったので外側に輪の外側に刺してこれで埋まりましたねという感じで、葉っぱの形はこんな左右に順番に刺して埋めていくでした。はい、ではこういう雲みたいな複雑な形の時はどうやって形をきれいに出すかというと、外側をアウトラインステッチで刺していきます。今までのチェーンステッチもとりあえず周りを囲んで、でその後中をぐる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 埋めていったりしてましたけど、こういうものの場合はもう形をきちっと取らないと、チェーンステッチでやると多分綺麗にこの角が出ないと思うので、でアウトラインステッチとチェーンステッチってすごく似てるんですね。仕上がりがやることは全然違うんですけど、だからアウトラインステッチでたくさん面を埋めていくとチェーンステッチで埋めたみたいな仕上がりに見えてしまうことがあるので、なのでということはチェーンステッチで面を埋めるときにアウトラインをちょこちょこ間に挟んでも、まあ、全然わからないっていうことなので、なんか私はよくチェーンステッチで面を埋める時の補助としてアウトラインをよく使ってます。まあこういう感じでアウトラインでずっと刺していきます。ではアウトラインステッチができたら今度は内側をチェーンステッチで埋めていきます。同じ穴に針を入れて、よいしょ、まず一つ丸を作って、で割とこうこのアウトラインに詰めて、できるだけこうぎゅうぎゅうにひっ詰めて、よいしょ、まあ、こうやったら隙間が空くので、まあ、開かないように、でここはまあとりあえずこういう感じかな。こんな感じで、でまたこう上に上がるからちょっと輪の中に針を刺すんですけど、ちょっとこう直角な感じでやってから、ギュッとして、まあここは普通に でこの直角があるんで、今度は結構下向きっていうか、まあこうですね、下向きに行ってみたいな感じで、まあ、できるだけこのここの隙間を空けないように調整しつつやっていきます。で必ず輪の中に針を入れて、その後の
次の出す向きっていうのはもういろんな方向に自由自在に出していってやると、割とこのアウトラインのところに沿うような感じで刺すことができるので、こういうここはこんな感じ。でまたこうですね。こんな感じでずっとぐるっと一周埋めていきます。そうするとこの雲の形がこうなんかこう半円部分がちょっとこう弱くなってきますね。なので最後の方は割と丸をただの楕円を作るみたいな感覚になると思います。はい、内側をチェーンステッチでやったら、一番最後は丸い時と一緒ですね。最初に作ったチェーンステッチにくぐらせて、で一番最後のチェーンステッチの穴に入れると、これでこううまくいきます。でこうカーブがきつい時に結構目が大きかったりすると引っ張られて結構めくれてきたりするんで、こういう時は、さっきもやりましたけどコーチングステッチでちょっとこのチェーンの輪の片方側だけこう止めてちょっとこう広げる感じにする。あとどうしてもこう埋まらない時とかはストレートステッチを入れてもいいし、あとさっき言ってたアウトラインとチェーンステッチって親和性が高いので、これぐらいだったらいいんですけど、もっと大きいカーブ、丸いカーブをこう二重でやった時に隙間ができた時は中にアウトラインを入れてもいいです。でまた改めて内側の部分をチェーンステッチでまたこうやって埋めます。でももうだいぶこの曲がりが減ってきているので、だいぶ丸に近い感覚でできるようになってきていると思います。これも今2列目、外側やって、で内側をチェーンステッチでやって、チェーンステッチの2列目が今終わりました。で3列目のチェーンステッチを今からします。ちょっとこのサイズを6本取りで刺繍したので結構スカスカというかレース編みみたいになってるんですけど、このサイズだと3本取りとかでもうちょっと丁寧にやると面がもっと綺麗に埋まると思います。これで結構角のところはカーブがきつくなってきたので、かなり内側に45度入れるぐらいの感じになってきました。もうだんだんあっという間に丸が埋まってきます。こんな感じで、やっぱりこの角のところは結構カーブがきついので浮いてますね、糸が。なのでコーチングステッチで止めて、ちょっと浮いてるところ落ち着かせて、もうこれあと1列いけばいけそうですね。最後2粒でいけました。こんな感じで、ちょっと6本なんでスカスカ度合いがちょっとすごいんですけど、遠目で見るとちゃんとこの外側のこの雲の半円がしっかり出てると思うんですけど、こういうのはアウトラインステッチで囲うとうまくいきます。私の和の刺繍の本の松
もう半分半分のやつですね。松もこれでやってます。もしよかったら見てください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。